する。みんな続いて。機を逃すな。続け。くば引くがよい。リーメルなの？
この機を逃すな。続け。さあ、行くわよ。滅する。突破します。この機を逃すな。続け。行くよ。続きなさい。主のために、うん、いい感じ。光り通る。
きますよ。避けて通れないのであれば切る。行くよー。
ださいって。水よ、打ち切って。程度で。こんなところで。主よ、頼む。お役に立てず申し訳ありません。力を貸してください。
この木を逃すな。続け。そこだ。命が惜しくば引くがよい。お役に立てず申し訳ありません。頑張ります。みんな、続いて。すまない。無益な戦いは望まない。引いてくれ。続きなさい。ありがとう。ここで立ち止まるわけにはいかない。すべては主のために。魔力戻ってきてる。
まだまだこれからよ。そろそろ上げてみるか。お、これは大量の予感。不思議なものがあるんですね。これを水に入れておくと水をきれいにしてくれるんだよ。便利だな。ちょっと多めに持ってっちゃダメ？そんなことしたら僕が許さないよ。お前どっちの味方だよ。どっちでもないよ。今この時は誓いの味方。ダメだ。約束しただろ。必要な分だけ取って。もったいないな。残るは一つ。ミーティア鉱石か。はい、お任せください。まず。各戦線の状況はどうなっている？一進一退が続いている。奴らやってもやってもキリがねえ。それだけ闇の力が強まっているということだ。だからこそ魔気が必要だってことだろう。私、そんなこと言ってられる状況か。こいつはな、やるかやられるか。ギガンタの言う通りだ。私もマキの話を。闇の軍勢は烏合の衆に過ぎる。たとえ我らと同じラルバが言おうとな。しかし奴らを従えられるほどの指導力を持つ者が現れるようなことがあれば、脅威になるというだけではなく、多くの種が存亡の危機に立たされるだ。確かにそうだ。しかし、力は使う者次第で善にも悪にも。魔気をどう使うかは、細かいこと悩むなっての。エルネスト様に任せておけば問題ねえよ。そうだな。力をどう使うかは私たち次第。正しき心を持って良き行いをする。そうそう、肩の力を抜いてこれまで通りやりゃいいんだよ。俺たちが道を踏み外すなんてことはないんだからよ。マキのことはジークハイトたちに任せるしかない。私たちは。そうだな。出るのか。ベフェスタ砦で進行してきた者たちの侵入ルートが判明した。